ADHD の息子の保護者です。あと10年ほど先の話ですが、成人後に1人暮らししたいと言われたら、心配すぎて身の回り、食生活など、OK してあげられない気が今からしています。実家にいて困らないのなら、実家にいれば良いと思っています。鈴木社長の長男は1人暮らし成り立っていますか、ご参考までに聞かせていただけると幸いです。 あ彼は別に1人暮らししていないので成り立っているかどうか分かんないですけど、はいまあ、あまりここではねうちの子のことはもう言わないようにはなるべくはわせてるんですが、まあ、いいことなんで言っちゃうと、まあ、全然1人暮らしできるタイプだとは思ってますね。1、まあ、人暮らしで一番大事なのは、多分生活リズムですよね。だから 自分で一人で生活リズム作れていれば、あんまり後は大丈夫じゃないかしら。うん。で、生活リズムをある程度作れている人って、ちょっとこれ私の勝手な、勝手な、なんていうのかな、相関関係の見方ですけど、まあまあ、片付けもそこそこ。まあ、食事もそこそこっていう気がしますね。やっぱり、その、 体内時計をちゃんと合わせて、もろもろのものをもろもろの時間までに終わり、自分の興味関心に、あの、過度に引きずられずに暮らせてる、ストレスとかもできてる。まあ、その人って結構な、そのい、いわゆるこう実行機能とかですね、あの、内観っていうのかな、内面をどういうふうに落ち着かせるかとか、周りの人とどういうふうにやり取りするかっていうのが、 上手だと思うんですよね。なので、まあ、そこはまず思いますかね。まあ、まあ、生活リズムがね、じゃあ崩れてたら絶対一人暮らしできないかっていうとそうではないんですけど、まあ、ちょっと高リスクにはなりますよね。はい。なので、どうなんでしょうかこの R さんの息子さんは。まあ、でもまだわかんないな。10年後って言ってるから、まあ、これから思春期を迎えて、まあ、睡眠が乱れる時期なので、<laughs> はい。 まあそれを超えた先がどんな感じかなっていう状況に応じてじゃあちょっと練習のためにあの自分一人である程度やることを一人暮らしのちょっと実験をあのうちの家でやってみようかってなるかとかショートステイとかに行くかとかグループホームとかもちょっと通過型を使ってみるかとかまあそんなのがあるかもしれないですけどね。